よく来た。てりゃ！あいつらはこの上か。相変わらずだな、麦わら。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。ああ、お前もな。舞台を変えようか。俺とお前の最終決戦にふさわしい舞台だ。 闇の正義の名のもとに！ Thank you.
今の俺の力はある男によって与えられたものだ。あ、この島を出てあの女を本部へ連行することも。何言ってんだこいつ。誰だよその男って。それは何だそりゃ。どうやら分かったみてえだな。この島で起こってる。ん？オイラに何か言おうか？おーい！みんな！おい！しっかりしろ！あら、寝覚めに見る顔としては最悪ね。こっちの髪型の方が良かったか？うわ！なんだそれ！便利なのか？ウィンちゃんと一緒にいながら守れなかった。二人を危険にさらした。一応私もいたんですけど。まあまあサンジ君、幸い私たちの身に何もなかった。それじゃあ俺の気が済まねえ。切腹だな。俺が解釈してやる。だと？てめえもさらわれてやがったくせに。クソ、さらわれた覚えはねえ。覚えてねえだけだろうが。なあお前、なんでこいつらをさらったりしたんだ。さらったのはオイラじゃねえよ。オイラの親分だ。てめえの親分だと？あ、じゃあ私たちをさらった理由も、その親分って人の正体も何も言えん。ああ、おいら口が堅えんだ。おい、タヌキ、その親分ってやつのとこに俺を連れてけよ。いいぞ。それはいいのかよ。ちょっとルフィ、そんなやつに会ってどうすんのよ。相手から会う、それだけだ。俺もやられっぱなしは気に食わねえな。え、まあそりゃ私もこんなモヤモヤした気持ちのまま終わらせたくはないけど。ナミさん、ご安心を。ナミさんとロビンちゃんの身はこの愛の騎士サンジメが命に変えても遠足日和ですね。よほほほほほほほ。島に入ってはいけない病が。もうどっぷり入っちまってるぞ。島の奥地に入ってはいけない病が。何回も入ってるぞ。島の奥地の親分がいる特定地域に入ってはいけない病が。ずいぶんピンポイントなのね。
治ったらまた会いましょうね。おい待ってくれみんな、一人にされるとかえって不安になる病が。素敵、いい、これも町のためよ。頼りにしてるからね。足元に気をつけて。町が元気になるわ。今日はどうする？お疲れかしら？無理しないでね。お願いね。恐縮で。よほほほほほほ。恐縮です。よほほほほほほ。どうも。どうも。もう何よ。いやあ。すっげえ。うん。元気だね。おう。いいわ。何よ、なんだ。もう。はあ、どう。宿やね。しないでね。お願いね。毎度あり。いらっしゃい。足元に気をつけて。町が元気になるわ。お願いね。
イラを騙してたくても、オイラ親分の役に立ちてん。お前ものすごく好きなんだ。ああ、ものすげえ大好きだ。ほらこっちだ、この奥で親分が待ってる。これまでに行った場所も俺たちの見覚えのある風景ばかりだったよな。これも全部パト、あんたの力で？オイラじゃねえよ。オイラを使って親分が作ったんだ。すげえだ。何のために作ったのかしらね。何のためって、そりゃそりゃあら残念。待てよ、巨人島が舞台ってことは、ここにいるのは打ち水だよ。不意打ちたい、いただけねえな。殺すぞ白髪染め。俺はやはり天に選ばれた存在のようだ。再びこうしてお前ら下等生物への復讐の機会を得たのだからな。ホーディー、じゃ新たな戦線の始まりだ。もしかしてあれが親分さんってわけじゃありませんよね。あ、あれは親分じゃねえ。今まで戦ってきたやつと同じで、親分が葉っぱを変化させたやつだ。お前、人間みてえに複雑なもんはできねえって言ってたじゃん。オイラには無理って言ったんだ。でもお前の力でどうにか戦わずに済ませることはできねえのか。無理だ、あいつら親分の言うことしか聞かん。それにできたとしてもオイラが親分に逆って。